夫一族は結構な美形の血筋。琴音もすごい美人で断るごとに、私の丸い鼻と垂れ目と貧弱な胸を嘲笑ってくれた。極めつけは子供に、ああ、母親にかあ、こっちに似ればよかったのにね。と、産後ぐったりしてる私に言い放った。その琴音が、うまうまと玉の腰に乗り、まあ、そっちは、そっちで、苛烈な嫁いびりがあるらしいが、そのストレスをこっちにぶつけてくる。見染められちゃったからなあ。嫁子さんじゃ無理だったろうけど。まあ、こんなんでも悩みくらいあるのよ。羨ましいわね、嫁子ちゃんってな感じで。ああ美人って辛い、わあなムカつく言い方。うとめも夫も何度も怒ったが、はいはいプゲラってなもん。そして、琴音に子供が生まれた。琴音も琴音夫も大喜びだったので、私も、お祝いの言葉を一つ。まあ、かあわいい。琴音さんの、子、とも、の、ころ、そっくりね。とめ、琴音硬直。ほらほらそんな不審な態度取ると、全身整形で原型をとどめてないことがバレますよ。どこでどう間違えたのか、なんだか、顔を横に引っ張って斜めに伸ばしたような顔。カメラから顔を背けてうつむいた、小さな写真でもわかるほど鼻の歪んだ女の子が琴音とは。たまたま見たんだけど驚いたよ。夫によると、不細工が原因でいじめられ、中学時代引きこもり。高校は通信制。その間見るに見かねた乙女が数百万出して、何年もかけて改造。生まれ変わって数年遅れで大学入学、モテにモテまくって、今の夫に出会った、と。今まで、武士の情けというか、思春期に容姿で苦労するなんて辛かったろう。家族親族の中で、一人だけあれほど不細工だったのは辛かっただろうと何も言わずにいてあげた。でもね、我慢の限界があるんだよ。子供のこと言われて、平気な親なんているもんですか。今は、まるで生まれ変わったかのようにおとなしい。これからは、せいぜいビクビクしながら生きていってちょうだいよ。新卒で入社した会社で、同じ部署の A 子、B 子と仲良くなった。入社して3年ほどした頃、私に、同じ社内に彼氏ができた。すると、A 子が、私も彼氏欲しい。彼氏さんの友達紹介して、と持ちかけてきて、何度か合コンをした。アドレス交換などしているけど、なかなかうまくいかないなぁなんて思っていたら B 子が、私ちゃんは、彼氏とうまくいってるの?と聞いてきた。私だけが知らなかったみたいで、彼と A 子がラブホから出てくるのを目撃されていて噂になっていた。彼と A 子を呼んで話し合いをしたら、私ちゃんが羨ましかった。彼女の友達でもいいから親しくなりたかったの。私ちゃんに悪いと思ったけど、待ち伏せして悩みを聞いてもらう口実で食事を何度かしてたら、もう気持ちが抑えきれなくなって、一度でいいから彼女にしてください。って今夜だけでいいからってお願い示談でずー。他のお客さんもいるファミレスで号泣された。彼は悪くないの。私、A 子が悪いの。好きって気持ちを隠せなかったの。って、ずっと A 子の酔いしれん言い訳で時が流れ、彼はうなだれてるかと思ったら、A 子ちゃんだけが悪いわけじゃない。俺が卑怯なんだお前も酔いしれかよ。ってバカバカしくなって。二人、お似合いじゃん。じゃあね、って、さっさと席を立ったんだけど、どっちも私を引き止めず。外に出て窓際席にいる奴らをちらっと見たら、並んで座って、彼が、A 子の肩を抱いてて、もう最高に惨めだった。惨めすぎて出社もしたくなかったけど、うちの親が色恋沙汰ぐらいで会社休むんじゃねえ。自分が悪くないんなら堂々としてろ。と追い出すので、仕方なく出社したら、A 子が、早速、私のデスクの横に来て。私、彼さんとは付き合わないわ。私が悪いんだもん。ごめんなさい。うまくいってた二人なのに、邪魔しちゃ、で、しくしく。また酔いしれタイムですか?昨日のファミレスだけじゃ足りませんか?勘弁してよ。
私、いい加減にしてくれる？就業時間になっているんだけど。エイコ、彼は私ちゃんを傷つけたから、これからは守るんだって。グス、私はもういいから。私、あのさ。B 子、ああ私さん。ちょっとこれ見てもらっていいですか？職場の視線を釘付けにしてたからか、見かねた B 子が助け舟出してくれました。その日の昼休みはお弁当を持たされていたけど、B 子が外に連れ出してくれて、A 子の襲来から逃れました。A 子も仕事中は控えることにしたからか、それからしばらくは来なくなった。彼氏は、独身寮扱いのアパート住みなんだけど、その隣が、私たちと同期の男性社員で、私は、もういいと言ったくせに、彼の部屋に出入りしていると情報をくれた。私は、気持ちの整理がうまくつかなくて、悔しいとか惨めとか憎いとかマイナス思考ばかりでイライラしていた。そんな時 B 子が、突然、脱毛に行こう。脱毛は、手術するとき、ちょっと伸ばしておかないといけないんだよ。だから、彼氏がいないときじゃないと。今、磨いておけば、次の出会いがあったときに焦らないで済むよ。初回はお得だよ。そんなこと言い出して、二人でエステに行くことになった。彼と旅行に行こうと貯めておいたお金もあったので、定期的に、エステに脱毛に行くようになった。エステシャンのお姉さんは、手術中に面白い話してくれたり、愚痴聞いてくれたり、すごく癒された。自分のことを全く知らない人に、うんうんと話を聞いてもらえるだけで、すごく立ち直れた。かなり私が立ち直った頃、また、会社でエイコに絡まれた。エイコ、彼氏さんと別れたわ。私たち二人で寄り添っていこうと思ったけど、二人の間には、あなたがいつもいるのよ、しくしく。エイコ、彼氏さん、待ってるわ。あなたが部屋に来るの待ってるわ。戻ってよ。戻ってよ。これを修行そうそうやられた。これ見よがしに、髪を、ぼさぼさ、泣き晴らした目で。私、仕事の邪魔なんですけど。勝手に二人でやっててください。邪魔なんで、自分の席に帰ってくれる。と突き放したら、午前中、ずっと机に突っ伏してて上司に注意され、午後半休にして帰っていった。ここまで恋愛脳だとすごいな。理解できないけど。とビー子が笑ってた。その後、エイ子は、ケロリと何事もなかったように仕事に来ていたけど、転勤してきたイケメン上司に、同じような手口でまとわりついて不倫になり、大騒動の後に退社。彼氏も、部署外&地方転勤、もともとその地方の人で去っていきました。あれから10年ほど経つけど、あの時脱毛したおかげで楽です。